僕はもともと子どもの頃から非常にこうお菓子が好きで、東京でもまたこれ地方行ったり海外に行った時でも、いろんなその地元の有名なお菓子屋さんっていうのは、まあ、ケーキ屋さんいろいろ回るんですけど、まあ、その中でもどれを食べても本当に高いレベルにあるっていうのは、この吉祥寺にあるアテスウェ。私の世界って感性の世界だから、僕の感性で作っているっていうことが自分のお店の証でもあるし、それを見て食べて感じたお客様がまたリピーターになってくれるっていうことが、まあ、僕にとって幸せなので、やっぱり他の店にないものを提供したい。例えばレストランで食事して何かと何かの素材が美味しかったら、それをじゃあお菓子にしてみようかとか、あとは今こうやって桜が咲いてるから桜を見ながら歩けば桜に合う素材は何だろうと思って作ってみようかとか、景色見たってヒントがあるから、そういったところでいろいろこう発想が浮かびます。やっぱり素材を大事にする、素材を見極める、あとは技術ですよね。これはそのショートケーキで言えばいちごの酸味と甘みと生クリームと生地のスポンジのバランスとか、3つのものが一体化してないと美味しくできないし、でもやっぱり生クリーム一番気を使いますかね。人の肌と一緒のような感じですね。きめ細かな方がいいので、もうしっかりとエアが入ってて口どけのいい状態で仕上げるのが結構難しい。まあ、やっぱりこうケーキっていうのはしっかりした味を出そうとするとこう重くなりがちになる、まあ、それがあそこのケーキというのはまあ何を食べても軽い、あこんなにもう軽く美味しく食べられるケーキがあるんだなと。自分でももっといい職人になりたいと思ってて、今よりもっと美味しい菓子を作れるにはどうしたらいいのかなって思ってるのが楽しみであって、そういう気持ちなくなったら終わりかな。